二代目、市川縁王十二月九日台は、日本の俳優、演出家、歌舞伎役者。矢号は、沢社や、縄文は、沢社、開門は三つ猿。背名に花火がある。また、紫葉藤間流二代目家元として二代目、藤間紫を名乗る。縁王は、隠居名で、四十九年間にわたって使い続けた三代目、市川縁之助としても広く知られる。本名は、 木野正彦。慶應義塾大学文学部国文学科卒業。京都造形芸術大学の副学長。学内の春秋座の芸術監督を務めていたことも、ある。市川段子の時代は、市川染五郎、中村万之助との十代のトリオで、十代歌舞伎と呼ばれ、人気を博する。三代目円之助を襲名後ほどなくして、祖父、初代、市川猿夫と、父、 三代目、市川段四郎を相次いで亡くすという悲運に見舞われる。後ろ盾を失い、利炎の孤児となりながらも、多門の庇護を受けることを潔しとせず、祖父譲りの革新的な芸術志向と、上方歌舞伎伝統のケレン等を結びつけることによって、歌舞伎界に新風を吹き込んだ。1968年、吉継千本桜、四の切れで披露した、中乗りを皮切りに、 明治の演劇改良運動以後は、邪道として扱われ帰り見られなかったケレンの演出を、次々に復活させた猿之助歌舞伎で一世を風靡した。猿之助歌舞伎のエンターテインメント性に富む、見応えのある舞台は、観客からは高い支持を集めたものの、当初はまだ一般に保守的だった他の歌舞伎役者や、劇評家たちからは相手にされないほどの酷評を受けた。11代目。 市川團十郎の実定で、市川宗家の魚意見番的存在だった二代目、小野松小六に至っては、この猿之助歌舞伎のことを、木のサーカスとまで言い、揶揄している。木下大サーカスを猿之助の本名の木之しに引っ掛けたものだが、宗家の練習とはいえ、別家の役者に、そこまで言われるのも、歌舞伎界で、孤立無縁となった猿之助の悲しさだった。 しかし縁之助はそうした逆境を見事に克服する。やがて中乗りがない従前の演出で上演した四の切れがつまらないと不入りになると、七代目、小野菊五郎のような見聞家の宗家までもが縁之助版の四の切れを上演し始めるようになったのである。この中乗りの演出はもともと縁之助が三代目、実家は縁弱から教わったのが最初で、その後四の切れに限らず、 近年では更新の歌舞伎役者も多く取り入れており、前述の七代目、小野菊五郎を、はじめ、十二代目、市川段十郎、九代目、松本幸四郎、十八代目、中村勘三郎らも中乗りの演出を使った公演を行うようになった。1984年の中日劇場公演の東予流、小栗方眼の中乗りでは、 通常は花道の上を宙乗りするのを客席に対角線上に客の頭上を飛ぶ宙乗りを日本で初めて行った。古劇の復活から古典の再創造、スーパー歌舞伎の創造に至るまでの勢力的な活動が舞台芸術に一つの領域を切り開いた。2003年11月17日、博多座で自身の演出、出演による生太校の公演中に 体調不良を訴え、交番。この時は、初期の脳梗塞との診断を受けた、と公表されたが、実際には、パーキンソン症候群を発症していた。これ以降、俳優として舞台に立つ機会は減り、スーパー歌舞伎や、自身の手掛けた、復活演目の演出面で活動を続けている。二千十一年九月、二代目、市川亀次郎の猿之助襲名会見時に、実施。 香川照之と共に8年ぶりに、公の場に姿を現した。2012年6月5日開幕の新橋、演舞場での6月を浮かぶ木で、二代目、市川猿王の隠居名を襲名した。2014年2月1日から2月28日まで、日本経済新聞の長官、私の履歴書に連載。二千十八年二月十七日中日劇場の三代目、市川右段継ぎ。 市川恵美や市川幸太郎の夜の公園カーテンコールで縁王登場、沢社屋の掛け声と白紙葛西。母は映画女優の高杉さなえ。妹に女優の市川康子、弟に四代目市川男子郎がいる。この四代目男子郎の一人息子が2012年6月、四代目市川縁之助を襲名した。二度の結婚歴がある。 1965年に結婚した最初の妻は元宝塚歌劇男優木組のトップ娘役で女優の浜優子。浜との間には一人息子である香川照之を設けたが実質的な夫婦としての生活は1年と数ヶ月で別居、1968年に正式離婚。息子は浜に引き取られた。破局の原因は不倫だったが、その相手が 日本舞踊藤間流名取で女優の藤間紫である。藤間は猿之助が12歳の時の初恋相手だったが、16歳年上で既婚者、子持ち。しかも夫は自身の踊りの師匠、六世、藤間勘十郎ということもあり、なんとか諦めをつけ結婚したのが浜だった。だが結局双方とも思いを立つことができず、一人息子が一歳を迎えた頃には家庭を捨て、 駆け落ち同然の暮らしを始める。この二人の同性生活は35年にも及び、1985年に藤間の離婚が成立。2000年、正式に結婚した。しかし、その後は、不遇が続き、2003年には円之助が脳梗塞を発症。2009年には藤間が肝不全のため死去している。息子、照之は大学卒業後、 1989年に俳優デビュー。それを機に25歳の冬、思い立って猿之助の公演先に会いに行っている。その際、猿之助は大事な公演の前にいきなり訪ねてくるとは、役者としての配慮が足りませんと照之を叱責、すなわち、私は家庭と決別した瞬間から蘇生したのです。だから、今の僕とあなたとは何の関わりもない。あなたは、 息子ではありません。したがって僕は、あなたの父でもない、あなたとは、今後、二度と会うことはありませんと完全に拒絶し、突き放した。その後、藤間紫の尽力で和解が進み、2009年の藤間の葬儀には、親族として参列している。さらに、2011年9月27日、亀次郎の四代目猿之助襲名と自身の二代目、猿王襲名、 照ると照るの息子、正明の歌舞伎界進出発表の際には、涙ながらに、浜さん、ありがとう。恩衆の彼方に、ありがとうと、前妻浜に対して、感謝の言葉を述べている。藤間紫の死後、縁の助と親密になり、藤間の一周期が明けた後に同棲を始めたのが、30歳、以上年下の元博多座のスタッフの女性で、 現在はこの女性が縁の,助の介護から一門の人事まで所持万端をサポートしているとされる。一時、息子一家との同居が報じられたが、その後は香川宅近くのマンションに今日移しており、稽古は香川が縁をお宅に通って行われている。ありがとうございます。